はい、皆さんこんにちは。新潟県三条市下田村に来ております。今日はここに紅葉見に来ましたけども、山の上の方は紅葉になってますけど、まだ下の方はまだ青々としております。いや、青々って感じじゃないな、少ししか紅葉になっておりません。では行ってみましょう。ここいつも来るガーデンハウスです。いいね、こういう風なタイニーハウスに住むのもなんとも男の夢っていう感じがいたします。そしてこれから向かう場所、あ、これ反射してるな、まあいいか。今日はいないかな、あまりキャンプしてる人はいません。多分いないと思います。ここのトイレ、このなんていうんですか、枝つるが張った感じがなんとも言えない場所になっております。つるの張ったトイレ、いい味出しております。結構使い古されたトイレになっております。そしてこっち正面、槍ヶ花、すごいわ、すごいけども、ちょっと、あー、下ギーナどんぐりたくさん落ちてる。すげえ、どんぐりの木があんだ、すげえ。これじゃあクマは出るわな、この感じ、なんとも言えない場所になっております。で、この正面、槍ヶ花、いいね、この自然に囲まれた感じ、なんとも言えない、いい場所になっております。この角度なんだよな、このなんていうんですか、はい、10ビットの映像いかがでしたでしょうか。この感じ、なんとも言えません。いいね。じゃあ少しこの辺りぐるっと散歩してみましょう。そしてこれ、古墳みたいなやつ。すごい、どんぐりだらけだ。これはいいわ。どんぐりです。たくさん落ちてます。すごいわ。どんぐりなんて久しぶり見ました。子供の頃はよく拾ったものですけども、年取ったっていう感じですね。で、ここさっき来たトイレ。じゃこのまま移動します。はい、大きな道の方に出てまいりました。ここ川が流れてますんで、音声取れてるか分かりません。あと車も走ってますんで、音声取れてるか分かりません。このまま歩いて行ってみましょう。こののどかな雰囲気はたまりません。何回来ても素晴らしい場所になっております。はい、そうしましたら EU ラテイまで来ました。入ったことはありません。このまま行ってみましょう。あー、ここは真っ赤になっております。そして正面に吊り橋があります。そしてこの吊り橋、結構楽しい吊り橋になっております。はい、 GoPro の水平時はどんな感じで映ってますでしょうか。で、こっちオートキャンプ場、有料のオートキャンプ場があります。有料だけあってたくさん家族連れがおります。こんな感じもいい場所になっております。この感じは何とも言えない。ここから見るまた槍ヶ花、すごいわ。料金見ていきましょう。立ち入りはご遠慮くださいと書いてあります。しょうがない。宿泊で1泊2000円、日帰りで1000円になっております。はい、間近で見る槍ヶ花でした。このまま一周回って帰りましょう。そ
そうしましたら先ほど行った最初に行った公園の反対側の反対岸にやってきました。ここです、ここですよ、わかんないか、この場所です。ここからまた眺める風景もなんとも絶景になっております。先ほどはあそこで撮影してましたけども、反対岸に来て槍ヶ花はここです。多分ここ槍ヶ花登山行ってる人がたくさんいますんで、ここに車を止めて登山に行ってると思います。この絶壁の具合すごいけども、近くだと映らないわ。でこっちに登山口があります。多分ここが登山口になっております。そしてここに新しい何かが立っております。これは何でしょう。何かあります。ちょっと漢字が多くて読めませんでした。そしたらこっち回っていくのかな。戻ろうか、戻ろう。じゃあ戻ってスタート地点戻りましょう。はい、そうしましたら二道沿って帰ります。はい、槍ヶ花でした。昨年は下田郷の湧き水を回りましたけども、一箇所だけ蘭渓荘だけ撮影してませんけども、あと全部回った映像が下田郷という再生リストがありますね。この辺の映像がたくさん載っております。そしてじゃあここキャンプ場、やっぱキャンプブームだけありましてたくさん人がおります。帰りましょう。北道戻ってますんで、またあの吊り橋渡って帰ります。はい、ここは新潟県三条市下田郷 OK サイニング。はい、そうしました。じゃあガーデンハウス行ってみましょう。こんにちは、久しぶりです。やっぱりね、車すんだな。周りちょっと映していって、来週イベントなんでしょ。そうそう、ごめんですね。あ、はい、また日曜日じゃ来ますよ。あ、来てください。連絡しようかなと思って。はい、これ毛針作り始めました。いや、その前から、前のやつ、これ、ほら毛針です。